皆さん、どうもどうも、よろしくお願いします。ドラム TK です。ではね、今日もサマーナイト6、失われた教会たちやっていきましょう。まあ、19回目ですね。はい。よし、これでいいっすね。はい。日にちバレていくスタイルね。もうね、隠してないからね。めんどくせえから。ね、危機乱心。危機乱心？鬼が？機械になって乱心する？いや、そのままやないか。そのままやないか、ほんまな。でね、まあ、これ、出てる頃はもう4月になってるんでね、1日。エイプリルフールですね。どんな嘘つくんやろね、俺ね。そういう問題か。ごちそうさまでした。惜しかった。それだったわ。キルトの中に間違いあるだなんて、最初に聞いた時はびっくりしちゃったけど、飛ばしてくれるとすっごく気持ち、居心地がいいよね。言えよね。本当にありがとうね、アム。だから別にいいって。で、成り行きだから仕方ないわよ。アムってば、まあ、あるさいこと言う、そういう言い方して、可愛くないよ。別に可愛くなんかなくたって構わないわよ。そんなのどうだっていいし。ちょっと、焦ってるアム可愛いね。そういうことか。そういうことは後に。な。そんなことより、あなたたちこれからどうするつもり？それなんだよね。朝ごはんも終わったことだし、ちょっと落ち着いて考えてみない？みんなも気になってるでしょ？昨日襲ってきたあの時の魔物のこと。あの様子、ぶたくぶたはなかったもんね。確かに召喚獣がいるのは分かってたけど、あれはそういうものじゃなかった。少なくともリンバムに存在する生き物とは全く違う存在だったわ。ねえ、パルレル、あんたはサプレスの悪魔なんだよね。あ？だったら何だってんだよ。言い方。悪魔としてはどう思う？あいつら、サプレスとは関係あるかな？さあな、俺が知る限り、あんな、目落ちくりんな糸で、できた悪魔にね、甲冑のお金をお仲間にするんだよな。そっか。つうかよ、俺に聞くよりもっと別の奴に聞いた方が早いんじゃねえのか？え？こいつだよ、こいつ。アムの子だよね。え？私？なんで？なんでも何も、てめえはこの世界、唯一の人間とやらなんだろ？だったらてめえが一番この世界については詳しいはずじゃねえか。まだ俺らに話してないことがあるんじゃねえの？もう手ぶらくに教えろってな。別にもったいぶってなんかないわ。そんなこと言われても私ずっとキュートと二人きりだったし。あむ、お願い、何でもいいの。知ってることがあったら全部教えて。迷惑かかれちゃってるのはわかってる。でも私たちあむ以外に聞く相手もいないから、全部と言われても、思いつく限りでいいから話してよ。なんせこっちは異世界の人間なんだもん。あなたにとってはあたり前のことでも、私たちにとっては必要な情報かもしれないんだし。わかったわよ、俺ね。どんだけ嫌やねんな。私が知ってることを話すわ。うん、この世界、フィルージャはどこから来たのかわからないけど、いろんなものが落ちてくるの。私にわかるのは本当にそれくらいよ。私は落ちてくるものを糧にして生活してた。気がついたらこの場所にキルトと一緒にいて、ずっと二人きりで生きてきたの。昨日の魔物のことだって詳しいことは知らない。多分、いつも物が落ちてくる場所から来たんだと思うけど、確信は持てないわ。私が知ってるのはこれくらい。大して役に立つ情報とは思えないけど、結局肝心なことは何もわかんないものか。ごめん。あんま悪くないって。ごめんね。パルレルが無茶ぶりしちゃって。せやね、もうパルレルお前は。んだよ、俺のせいかよ。気にしないで話してくれてありがとうね。夏美どうかした？さあ、アム、キルトと二人きりって言ったけど、お父さんとお母さんはどうしたの？え？この世界に一人で行ってた時から、ちょっと気になってたんだ。ご両親どうしたのかなって。両親？それって父親と母親のこと？そりゃそうだ。いるだろ、普通。人間ってのは親から生まれてくるもんだし。知らない、覚えてない。え、じゃあこの世界のこととか、誰に聞いたの？うん？アム？両親はいない。私ずっと一人だったから。ごめんなさい。あ、私。うん、まあね、うん。そうなるよね。なんで、どこに行くの？外の空気を吸ってくる。うん、落ち着かせようと思ってんだよね、いつもね。うん、あっ！行っちゃったね。どうしような、夏美お前。私、余計なこと聞いちゃったんだよね。覚えてないか。嘘ではなさそうだけど。どうでも気にない。
気な臭い匂いがしないからぜ。なんか好きやわ、パルレル俺。アムの家の前。何ははは。ミラクー。私の両親知らない。そんなの覚えてない。何の記憶も残ってないよ。私は何も知らない。パルレルも言った通り、人間だったら当たり前にいるはずなのに。いないのがそれがおかしいってことさ、今まで考えたこともなかった。夏美に言われるまで気づかなかったんだ。なんで？知識はある。それがどんなものかは知ってる。でもじゃあ私の両親はどこ？誰にも聞いてないのに、なんで私ここがフュージャーってだったって僕知ってたの？私いつからこの世界にいるんだっけ？ずっとキルトと言ったけど、それはどうしてなの？うわぁ。うわぁ。うわぁ、自暴自棄に陥りそうな気がしてくるよ。今まで一人でいるのが当たり前だと思ってた。その理由なんて考えたこともなかった。私一体何者なの？わからない。どうしてだろう。なんだかすごく怖い。ミャグミャグ。キルト。キルトがやばい。ミャグ。ああ。どうしよう。体が震え止まらないよ。ああ。キルト。人形とかすっていうの。ごめんね、キルト。もう少しだけ気にさせて。ね、本当に。ねえ、ここがキルトの中か、なんかすごそうな建物があるな。あとで釣り場に行こうかな。そうか。よし、じゃあ見ていこう。今回これ見て、キリいいところで終わりたいと思います。うん。どうしたどうした、トリス。カシス、ちょっとパチテン立ってほしいんだけど。はいはい、任せやれー。何や、ちっといつも書いてろ。どうかしたのパルレル。なんでもねえや。なんだか後ろ後ろ、居所がいい場所って。虫の場所どこに、虫の場所どこおるんだね。虫の居所が悪いみたいね。不満でもあるんじゃない。パルレル、何か困ったことでもあったの？言ってみなきゃわからないわよ。そういえばここにいてからずっとこの調子だったわね。ダメよパルレル。髪型の中向かえてやれたんだし、そんな一人だけ不謹慎な態度でいたら。パルレル怖い。パルレル、うるせえな。じゃあ言わせてもらうだよ。なんでここに女しかいねえんだよ。居心地悪いからね。あ、そう言われてみれば確かにそうだよ。そうやな、かわいそうやな、パルレルってな。なになに、でも言い方変えればハーレムやで、ハーレム。そういう問題があってな。なになに、どうしたの、もしかして喧嘩、どうかしたのかな。わらわらと集まってきやがって、だから嫌だって言うんだよ。ほら、パル、大きな声出さないの。けっ、どういうこと。あ、ね、ほら、ここって女の子ばっかりでしょ。だから、パルレルがちょっと機嫌損ねちゃって。あ、確かに、ちょっと偏りすぎてるもんね。偏りすぎな、うん。言われてみれば、パルレルにはちょっと気まずいよね。でも、なんで女の子ばっかりなんだろう。おい、人間。ん、私。あ、君だ、確かこの世界について詳しいんだったよな。あなたたちよりは詳しいかもね。じゃあなんで女ばっかりなんだよ。男はどうしたんだよ。おかしいだろ。さあ、まさかと思うんだが、この世界は女だけってことはねえだろうな。そんなわけないじゃない。もしそうだったらあなたも女の子よ。まあそりゃそうだよな。多分女の子ばっかりになってるのは本当に偶然だと思う。私としてはこんなにぎやかな偶然は不本意なんだけど。なんだ、話が合うなに。今までずっと一緒に暮らしていたの。穏やかな何もない日々がずっと続くと思ってた。それがいつの間にか賑やかになって本当にめんどくさくて、なんだ、自分も苦労してるんだな。その言い方も、じゃああなたも苦労してるみたいな。まあいろいろだな。まあ仕方ねえよな。とりあえずは納得してやら。あとね、なんだかおっきいみたいだが、何か困ったことあったら嫌や生活やらなくてもないからな。ありがとう。ネパルレルったらアモニア優しくするんだ、ずっと。そうね、なんだか理不尽なものを感じるわ。理不尽なものを感じるんだね。失礼、どう考えても一目暮して苦労してるのはこいつだろうが。なんでこんな女ばかりのことに放り込まれたんだか。マジでついてねえぜ。何言ってんのよパルレル君。ほんと美少女ばかり嬉しいくせに言えるな。はぁ、あ、何、いきなり何言ってんだ。いや、なんだかね、パルレル君たちが少しおかしいなって思って、それに気がついちゃった。何がだよ。女の子はどうしていいか分からずにキャルてるんでしょう。主に優しくされて下のも気を使ってきたんじゃないの。ちげえよ、勝手な勘違いすんじゃねえよ。
ただこいつが苦労してそうな雰囲気があったから少しだけ同情しただけだ。そういうわけでみんな、トレルったらちょっと気難しいところがあるけれど、根はすごくいい子だから仲良くしてあげてね。うん、よろしくねって言うの。よろしく、よろしく、トルレルも強いのばかりで緊張するのもわかるけど、男の子はあなただけなんだから、言い換えればハレムよな。でも自分でトリス、自分で美少女っていうのはやめよう。うん。俺たちが困ってる時はビシッと決めてよね。まあ、こういうのって慣れるものだからなんとかなるわよ。まあ、少なくとも距離を追うなと思えないやつがいるのが救いか。バルレル君、言うのが好きは誰に向かって言ったかな。聞こえていたのかよ。地獄耳で悪かった。そんなこと言ってねえだろうが。私ちょっとパルレルと大切な話があるが、続いてはですね、怖い。あ、アムどこか空いてる部屋とかある。時間かかっちゃうかもしれないから、うわー怖い。おい待て人間、落ち着いて、てめえらも黙ってるので何とかしろ。あ、てめえが空いてるわ。その、これっぽいね。あ、まあ、てめえ、なんてこと言いやがる。いて、おい、臭い。ありがとう、アム。じゃあ、行こうか、パルレルくん。うわぁ、トリス怖え。トリス怖え、ほんま。ギャーあっちゃー。火に油進めた。アムもちょっとな、もうな。そういう感じになるよな。お、2個あるか。じゃあ、今回は1個見て終わりにしようかね。うん。あっちのやつはね。名もなき世界の少女。忘れ字の面影邸からイベントが発生したと。ねえ、夏美のいた世界ってどんなところだったの？確かリンバームとは違うところだったんだよね。うん、なんて言ったらいいんだろう。リンバームとは全く別の世界。あ、もちろん、心、もちろん、あ、ここともね。大丈夫か、あれ。ここでも全く違うよ。空から物が落ちてきたりしないし、空から物が落ちてこないの不思議な世界ね。それが普通やから。それが普通やから、まあ、うん、どんな世界にも空からものが薄いだったらしい。一人だって死んでもあがるんだもん。というか、ここが違いすぎるんだよね。夏美の世界はリーバームと似たようなところだったの？そうなのかな？やっぱり違う。だってあの世界に召喚術もなかったし、召喚人もいなかった。ふがふが発達していて、いろんな人が暮らしていて、あ、俺らと一緒の感じだな、夏美は。毎日は平和で。けど私が住んでいる以外の国では戦争とかもあって、なんでだ、うまくまとまらないや。ごめんね、死に別々の説明で。そんなことないよ。でもなんだか引っかかるかも。どうかしたの？ねえ、夏美、もう少しその世界のことを教えてくれないかしら。え、うん、もちろんいいけど。何か気になることでもあるの？そうね、何かって言われると難しいけど、この世界と全く別の法則っていうのが気になるわ。空から物が落ちてこないしね。そこかい。それが普通だったしね。うん。私はこの世界でずっと生きてきたから、それ以外の世界があるってくださいが、そもそも驚きなの。そうよね。私たちがこの世界に来た時と、そうだねって言いたかったですよ。うん。確かに、アムも私たちの世界の話で驚くのは当たり前よね。じゃあ、どこからそうかな。じゃあ、まずは私の学校のことからですよね。で、カクカクしかじかと。そういうことがあって、面白いと。なるほどね。その世界があるので、一度行ってみたい気もする。うん、そうだね。そうだね。あかんもん。言いたくなるからやめよう、それ。もし来れるようだったら、ぜひ来てほしいな。うん。でもその方法がわかんないとダメだよね。別に。やっぱりそうだ。どうしたの、トリス。私は手に住んでいた世界のことを知ってるかも。え、どういうこと、トリス。知り合いで、レナードさんっていう人がいたんだけど、その人が来た世界が夏目のいる世界にそっくりなの。え、じゃあその人も？うん、おそらく、夏目と同じ世界から来たんだと思う。自分の場所は一緒かどうかわかんないけど、でもね、じゃあその人間のこと、その世界のことは、リンバームでも知られているね。え、そうなんだ。リンバームとも4つの世界とも違う世界。名もなき世界。私たちはそう呼んでる。名もなき世界。それが私の世界。いや、名もなき世界。俺のところも名もなき世界なの。レアルね。されない。でもごめんなさい、夏美。名もなき世界から、来たんだったら、そう簡単に戻ることもができないかもしれないの。そんな、トリスは名もなき世界について知ってるんだよね。帰る方法とかは知らないの？じゃあ、他に帰る方法を知ってる人は？本当にごめんなさい、私は知らないわ。いやー、帰る方法はあると思うよ。
え、本当？アム、あなたたちが言っていたじゃない。この世界は自分たちの世界とは全く違うって。私もこの世界で生まれて今まで暮らしてきたけど、その全てを知っているってわけじゃない。もしかしたら私の知らない秘密がこの世界にあるのかも。手にもこの世界の全てを知っているわけじゃないでしょ。だったらきっとあるはずよ。夏美は彼氏たちの元の世界に戻る方法が。そう思ってた方が健全だと思わない？私たちを待っていてくれる人がいるんだもん。絶対見返らないとね。諦めちゃダメだよね。頑張らなくちゃ。この異世界から脱出して、必ずみんなのところに帰ってみせる。異世界からの脱出ってか。なんかそういう、なんか、ものすごい、なんか、ゲーム、そういうゲームありそうな気がするやん。あ、そっか、帰るんだ。アム、元気出てきたよ。励ましてくれてんだよね。ありがとう。やっぱりアムちゃん頼りになるわね。これからもよろしく。え、あ、うんうん、どういたしまして。どうかしたの？大丈夫、なんでもない。ああ。さあ、帰るにしても、まずは行動に移さないとね。気がかりでも見つからないことには始まらないわ。順調で放送ぐらいだしね。そうだよね。先は長そうね。そう、きっと先は長いわ。だから、ゆっくりと頑張りましょう。うん。帰ってほしくないって思ってしまったよな、ちょっとな。雨がな。じゃあ、一個見て、今回はどっちか。終わりにしましょうかね。こっち行くか。うん。異世界ね。ここはまあラージュ編でもあったもんね。全部あるけどね。全部あるけどねって。うわあ綺麗なところだね。大きい砂もあるよ。ここは何をするところなんだ。私は知らないわ。ここにあまり来たこともないし、あなたたちなら何か分かるのかと思ったんだけど。大きいソファーでゴロゴロしたりとか。わからないなら無理しなくていいから。大丈夫かよ。使用室は別に。魔王の匂い。お、魔王の匂い。竜王の匂いするのか。それで楽屋やから。おい人間。え、私に何がよ、パロレル。なんかお前から胸くそ悪い匂いがするんだが。円楽で企んでるんじゃねえだろうな。ん？何？何？女の子に匂いとか失礼じゃないかな、パールレル君。ち、気売りに巻くんじゃねえよ。分かってるだろ、俺が言いたいところだよ。匂いそれ匂いって。いちいち説明しないといけねえか。魔王の匂いがするって言ってんだよ。それよ、パールレル君は自称、あ、悪魔王の一人なんだっけ？自称じゃねえよ。他人が勝手にそう呼んでるだけだ。もちろんそれなりに力はあるけどな。だからよ、わかるんだよ。てめえがそのまき散らすのに匂いがな。根拠あるの？パルレル君の勘違いじゃないのかな。私は普通のどこに見る女の子よ。まだ匂いがするんだから出ないじゃない。はっ、間違うわけねえだろうが。俺は誰だと思ってんだ。それよりもだ、てめえ何考えてやがる。ろくなことじゃないんだろ。嘘つきの匂いもプンプンするからな。どうせ誰にも嘘つきまくってんだろ。てめえら、てめえみたいなやつを見てると気がするぜ。人の気も知らないで、よくそんなこと言えるわね。お、怒ったな。痛いところを疲れて我慢できなくなったってところか。いいぜ、てめえの宝も全部暴いてやるよ。ちょっと二人とも何を三年向きになってるの。なってるかは知らないけど、喧嘩やめなさい。俺は忠告してやっただけだよ。別に喧嘩なんてしてねえ。私だってそうだよ。変な言いがかりつけていて。これでもか、やばい女の子なのに。てめえ。ダメだこいつだ。やめなさいって言ってるのがわからないの。どんな理由があるのかは知らないけど、それ以上やるならキュートに頼んで二人ともすぐに放り出してもらおうよ。ち、わかったよ。私も降参。さすがに外に放り出されたら死んじゃうわ。それに最初から私は非暴力的だしね。主義ね。わかってたらもう喧嘩なんてしないでちょうだい。おい人間、何よ、もう喧嘩しないわよ。何で企んでるかは知らないが、その不快な匂いをこれ以上撒き散らすんじゃねえぞ。いいな。言うだけ言って言っちゃった。共同性のかけらもあったものじゃないわね。さすがは、わからん。兜っぽい感じに嵐の幕押しっていうね、感じだね。飛ぶってところかな。カシス？あ、ごめんごめん。ありがとう。なんかいきなり絡まれちゃってさ、助かったよ。ねえ、さっきパルルが言ってたことについて聞きたいんだけど。そう、そうよ、アム。ねえ、私って匂う、ちょっと嗅いでみてよ。え、ちょっと、いやよ、人の匂い嗅ぐなんて、多分大丈夫だし。
だってあいつったらひどいのよ。こんな可愛らしい女の子に向かって胸くさ悪い匂いだなんて。俺の身だしにちゃんと気を使ってるのに。ねえヤム、私本当に大丈夫かしら。みんな気を使っているとかだったらどうしよう。変な匂いがしないことは確かよ。本当よかった。というわけでこの話はおしまい。ねえ、パレルが言ってたみたいに本当に何か隠してるんじゃないの。アム、あなたは悪魔という存在をよく知らないのよ。だから少し勘違いして疑心暗鬼になってるだけ。ああやってデジャラメを言い果たしていろんな人を混乱させて楽しんでるの。だからパレルの話なんて間に受けちゃダメよ。そう、ガシが言い張るのならそうかも。そうなのかもね。ねえ、そうよ。まあもし私が本当に何か企んでるとしてもみんなと友達なのは間違いないから安心してよ。うん、私も大概だけど、この子も結構めんどくさい勝負になるかもしれない。でも友達か、信じてみてもいいのかも。と言って先に何か起こんやるね。うん、てなわけでね、まあ今回はここで終わって、次回ね、ここからやっていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。アリューアリオスグッバイサラバ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、 Twitter フォローします。他にもゲームタイトル矛盾縛り、ツイッターの方ではさまざまなことを企画の人たちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところにアーから O までのパートへの動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。